こんばんは、しめだです。今回はですね、魔法使いと黒猫のウィズで、魔導杯が開幕されたということで、ガシガシクリアしていきたいと思います。まだほとんどですね、トーナメントは手つかずでしたので、ランクが低い状態なので、そのですね、ランクを上げていきたいと思います。まあ、今回の、魔導杯の報酬も結構美味しいので、ガシガシですね、クリアしていった方がいいですね。魔力が70今ありますので、とりあえずあるだけ、上げていきたいと思います。それでは、参りましょう。はい、まだ消費魔力が7ということで、これは8級ですね。初級トーナメントクラスサード。こんな感じになっております。それでは参りましょう。なんか結構通信が重いですね。みんなやってるのかな？これは。はい、では参ります。まあ、これが一応対戦相手ということですね。ここら辺はまだ、やっぱり、そんなにレベルを上げてない人が挑んでるところなので、まあ、そんなレベルの高い人はいないですよね。さて、一応こんなパーティーで、とりあえず挑んでいきます。あんまりその火力的な、ユニットが育っていないので、とりあえずは、本当に、急場で行っておりますね。スポーツ。野球の主審が、ボールから身を守るために、つける胸当て、プロテクターですね。まあ、トーナメント向きのキャラとね、向いてないキャラがいますからね。まあ、今のこの構成は本当に向いてないキャラがすごい多いです。回復とかはほとんどいらないのでね。その回、いらない回復が3人も積んでるので、かなりちょっと効率は悪いですね。文系でいきます。死であったキリストはユダですね。裏切り。彼が軽視させられた時にいたという。まあ一応回答時間も重要なので、あんまり問題を長く見てることもできないというのが難しいところですね。さあ、第3問。個人的にはこの芸能とかアニメゲームがちょっと苦手なので、まあそれ以外のパネルを優先しています。まあですので、この場合ですと文系を選びますね。相手が奥間に行動を打つことを先手を打つと言いますね。囲碁や将棋に例えて、ということです。この辺はまだ難しい問題は出ないので、まあ、正解率の高い問題なので、答えやすいですよね。さあ、最後。あ、まだでしたね。まだ4ステージでした。さて、文系しかないですね。まあ、二色パネは難しいので。徳川明治先生は大政奉還ですね。徳川幕府から明治政府への政権交代を4文字で何と言うと。さあ、ボスですね。難しい芸能パネルしかない。はい、芸能でいきましょう。97% か。でも男女が2人、社交ダンスですか。音楽に合わせて踊るダンス。さすがにこういう簡単な問題だと苦手でも大丈夫ですね。はい、無事クリアとなりました。まあ、1位ですと、次のランクにストレートでいけるので、まあ、どんどんランクを上げていけますね。
ただ序盤は獲得イベントポイントがやはり少ないので、まあ上のランクに行って稼がないといけないんですよね。まだ2万9000位なので、まあ上位を狙うのはなかなか厳しいんですけどね。まあ、こんな感じで報酬はどんどんもらえるので美味しいですね。では次のランクに行きます。初級トーナメントクラスセカンド。消費魔力は10に上がりました。基本的にボスとかを1回の攻撃で倒せれば大体5ターンでクリアできるのでトップが取れる感じですね。さて参ります。あ、結構でもレベルの高い人がいたな。58とかいましたね。はい。文系、おわ、生活&雑学。まあ、これはどちらでもいいでしょうね。文系。世界で最も人口が多い国は、インドかな？インド。そりゃそうだわ。中国で確か10億人いるからな。すごい、ボンミスしましたね。生活&雑学。ウィズにおいて対象短時間で、クロッキーですね。まあ一回間違えると一旦損しますので、結構痛いですね。今って人口総合で全、まあ何人ぐらいなんでしょうね。60億人ぐらいでしたっけ。まあそのうちの10億人を中国人が占めているということですね。生活&雑学。学校給食の牛乳に、コーヒーメイク。ミルメイク。これ知らなかったな。最近の学校給食事情を知らなかったです。理系。次のヘビの毒を持たないのは？え？マムシ、ハブ、ハブかな？青大将。ああ、知らない。やばいぞ。今回大苦戦。しかもパネルがない。まさかの、ここで、負けちゃうのかな？西洋の女神にある名前、ヴィーナスですね。理系。太陽の周りより温度が低いところの名称を黒点と言いますね。これ一度間違えた問題はちょっと覚えておかないとまた出ることがありますからね。ミルメイクね。だいぶターンかかっちゃったからな。これ今何位だ？ 10 位ですからね。きつい。さて、うわー、パネルがいい。理系3つもある。 99% お乳と呼ばれることも多い。自分の女性の胸で、まあそれはそうでしょう。母乳ですね。これはでも8ターンでクリアするのが今最善になっちゃってるので、トップが取れるかは、あ、張ったんじゃないか。9ターンだな。きついかな。はい、生活&雑学。食用の亀の種類はスッポンですね。今が5位。どうやろう、タイム的にもちょっと不利だから、これは厳しいな、トップを取る。さあ、ラスト。アニメ&ゲーム。ちょっと苦手なジャンルですね。実際にあった、電車で GO。アーケードゲームで実際にあったものはどれ？さあ、どうでしょう。これ何位まで上がったかな？5位据え置き。6ターンの16秒54っていう人がいますね。圧倒的に一人だけこれ強いね。
6ターンで16秒54だとしたら、結構頑張らないと勝てないですよね。5ターン、もしくは6ターンでタイムで勝つしかないということで。5位だとね、まだ上がれないので、もう一回今のランクを挑まなくてはいけなくなりました。ちょっと序盤難しいというか、私が知らない問題が結構出てしまったのと、ちょっと運が悪かったかな、そう考えると。でもう一回参ります。ああ、でもあれですね。やっぱ人口を間違えたのが痛いですね。中国はそれはそうですよっていう感じなので。これはあれですよね。黒猫独特の時間に追われた戦いなので、まあ焦ってしまうこともあるんですよね。さあ、第3バトルですね。まあ同じランクなので、同じ敵が出てきます。さあ、これは理系でいきましょう。電気を通すと、ものを、じゃあガラス球のような照明器具を電球。今のは結構最後まで読まないとわからないですね。照明器具というところまで読まないとちょっと判定できないですね。さあ、第2ステージ。文系スポーツ。ああ、これはスポーツですね。一番得意なのは基本的にはスポーツなので。ボールで狙う10本の、ああ、これピンですね。10本の標的のことを何という。お、しかしまだ、これすごいな。1位、2位がまだ3秒差つけられてるので、ずいぶん早く答えられてますね。生活&雑学。アイスケース、コマのようにアスピンですね。コマのように回る動作のことを何という。だいぶ2位と時間差が詰まってきましたが、まだトップとは3秒6差がありますね。3問を5秒10で答えられているのでかなり早いですね。文系、文系、理系。これは理系でいきましょう。撮られた舌を出した写真で有名な、アインシュタイン。物理学者は誰？まあ、舌を出した写真といえばやはりアインシュタインがすごい有名ですよね。さあ、ああ、これやばいのか？トップと2位が8秒23、9秒24で、なかなか譲ってくれないですね。最終問題。文系かアニメゲーム。まあこれは文系ですね。女流作家といえば女流の小説家。一応5問でストレートでクリアできましたけれども、あとは時間との勝負ですね。ああ、でも、ターン数がかかったんですね。あれ？これすごいな。2位の人、急になんでこんな考えちゃったんだろう。51秒99って。随分長考してますね。さあ、これで、7球も突破。6球に突入します。今、あれですね。ポイントを稼いだのに順位が下がったので何人抜きて出ませんでしたね。つまり他の人の方が平均的に多く稼いでいたということですね。まあ、上位の段の人だったと思うんですけれども。さあ、次行きましょう。
初級トーナメントクラスファースト、消費魔力13にアップで、これは1位以上で一応ランクアップできるんですね。なので1位を狙っていきたいですね。さあ6級の問題に入ります。基本的に水パネルでまだここら辺は必ず1回で落とせるので、全部問題を正解できれば5ターンでいけますよね。うん。まあそんなにやはりここはまだレベルの高い人はいないということです。さてまずは生活、生活文系なので、まあ文系でいきましょう。平井で夏草や強者どもが夢の後。あー、松尾芭蕉か。正岡子規とすごい悩んだな、今。やばい。疑念間違えたぞ。生活&雑学。マロンケーキや栗。マロングラッサに用いられる食べ物は何？夏草や強者どもが夢の後。俳句。俳句ね。さあ第2問。とりあえず1問間違えたので、もうちょっと猶予はないですね。スポーツ。これに小裏ツイストといえば関節技。さて。とりあえず1ターンのロスがあるので、今4位ですね。芸能。アマちゃんでヒロイン、アマのアキのことを単位中。知らないなぁ。知らないけど、年齢でこの人しかいないと今わかりました。さすがに舘ひろしとかは違うとはわかりますので。次行きましょう。一応3問抜けしてる人がまだ2人いるので、なかなかちょっと抜けないですね。あ、パネルが2色しかないので、まあ、一番得意なスポーツでいきます。アメリカ大リーグに移籍した青木宣親はヤクルト。野球の問題は大体わかりますね。さあどうだろう。ちょっとタイム的に勝てるかどうかがちょっと心配ですね。ですので次の問題、結構スピード感ある答えをしないといけないかもしれないです。生活&雑学漢字で、ぜんざいと書く。よく冬に食べる食べ物はどうだろう。今のスピードちょっとちょっと一瞬ためらってしまったので微妙ですね。あー届かない。1秒2秒ぐらい届いてないかな。トップとトップが15秒73だったので、2秒差で負けてましたね。まあ1問もね、やはりあのミスをしなければタイム関係なく勝てるんですけどね。まあ、3位なので、ランクアップができませんでしたので、もう一回、今のランクに挑みたいと思います。はい、今回は2687位、7人抜きができましたね。さて、次いきます。あと2回しか挑めないかな、今の魔力だと。
うん。はい、参りましょう。雷の人が多いですね。やはりキャリンミョウが最近実装された、まあ、影響もあるんでしょうけど。さて、パネルが厳しいぞ。文系 52%、 蹴りたい背中やインストールを書いた作家知らないな。綿谷リサって読むのかな。やばい、石嫌に間違えるパターンからスタートか。しかもパネルがない。これは大ピンチ。スポーツ、競泳で持ち上げられるのはプールサイド。パネルがないとね、さすがに進めないですからね。スポーツ、最も北にあるのは札幌ドームです。この時点でもう7問抜けしかできなくなってしまったので、もうやばいですね。あとはタイムでどこまで頑張るかっていう勝負になってしまいましたね。インストールね。スポーツ、エラーを表す E、 アルファベット1文字は何。さて、理系がありましたね。ポニーとは馬ですね。なんという動物の小型のもの。そうですね、14秒80で今5ターンなので、あ、でもだいぶちょっと迫ってはきてますね。4位まではなんとか浮上してきました。生活&雑学。砂糖もミルクもいらないコーヒーをブラックと言います。ただまあ上位2人がね、間違えてくれない限りは抜けない。あ、お、よしよし、トップに立った。つまり最終問題はある程度早く答えればまず間違いなくこれはトップが取れるという感じですね。7ターンでトップが取れるチャンスが来るのはちょっとラッキーですね。芸能家、ちょっと嫌なパネルだな。サザンオールスターのサードシングルのタイトルは、とりあえず愛しのエリーしか知らなかったので愛しのエリーにしてみました。まあ、あの正解率が85と高かったのでね。ああ、これたまにこうやって落ちることあるからな。嫌なとこで落ちたな。終わったところで落ちるのはちょっと嫌ですよね。これどういう判定になるんだろう。とりあえずもう一回答えなきゃいけないですけどね。もうたまに蔵落ちするのはちょっとね、よくわからないんですけどね。はい、17秒317ターンということで、まあトップを維持できましたね。まあ2位以降の方が間違えてらっしゃるので、まあ一応、間違えても大丈夫でしたね。まあ、前回順位との比較がでもできなくなっちゃうんですね。一回蔵落ちしちゃうと。はい、5級に浮上しましたね。さて、ポイントも確実に上昇しております。そして今回の、シリーズの最後ということで、5級に挑戦していきたいと思います。中級トーナメントクラスフィフスですね。クラスフィフス、
参ります。さあ、スポーツの水はラッキーですね。水泳でコースの端でターンの向きを変えて折り返すことをターン。あ、でもそう、スピードでだいぶ負けてますね。2秒27が今トップだったので、0秒6ほど負けております。スポーツ。登山の中でもロッククライミング。岩壁をのじり登ることですね。はい、第3問に参ります。4秒64、トップとは0秒04差ですね。文系理系生活アンドです。まあ理系でいきましょうか。不快指数、気温と温度から求められる蒸し暑さのことを何という。さあ、6秒29でトップに立ったので、あとは押し切りたいところです。さあ、第4問は、スポーツか理系。まあスポーツですね。 81% か、結構少ないな。球を9と読まない棒玉、9と読まないのはどれ。まあ一番上が9と読まないやつだったので、あまり時間がかからずに済みましたね。2位とは4秒差があって、ターンもトップなので、まあ、それなりにちょっと今余裕がある状態です。まあ、正解さえできれば大丈夫という感じでしょうかね。あ、またスポーツの水があるので、これはいいですね。88%。陸上競技に分類されないのは、スカッシュ。まあ、ハーフマラソンとか10種競技は、明らかにグラウンドでやりますからね。はい、無事にトップを取れました。今回でもみんな9ターンだったので、まあ、かなり余裕があったと思いますね。最終的には。はい、今回は4級まで浮上することができましたね。そして魔導杯のポイントは399ポイント。まあ、ただ3段とか行っちゃうと1回で200ポイントぐらいは稼げてしまうので、やはり早く上位に上げていかなくてはいけないですね。はい、というわけで今回は魔導杯の奇跡をある程度クリアしてみました。ご視聴ありがとうございました。